ヤッホー、レナです。イエーイ、じゃじゃんじゃじゃん。今日はですね、初めての野球観戦ズームでございます。急にね、配信とかでもよく私が野球の話をするようになりまして、野球チャンネルっていう感じになってるんですけど、実は私の両親がですね、横浜ベスターズの大ファンでございまして、テレビでちょいちょいついてたら見るなんてこともあったりなんてしてたんですけれども、なんか1ヶ月前くらいからすごい野球にお熱になってしまいまして、私がっていうのも、バウアー選手の YouTube がすっごい面白くて、それをね、見漁ってたらどん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 なんかすごい好きになってしまいまして、他にもいろいろ推しはいるんですけど、バウアー選手のファンになってしまいまして、しっかりファンになってからは浅いんですけれども、絶対に生で応援したいという気持ちになりまして、よくわかんないけど、こうホームページからとママとパパの分もね、チケットを取ってみて、無事6月25日日曜日の阪神戦3日目お席を獲得することができました。なんとね、その阪神戦首位奪還戦で、これ勝てば横浜が1位っていう、首位に戻るっていう感じで、とても熱い試合でございます。なんと今日見に行く試合はですね、バウアー選手が先発ピッチャーということで、ちょっと今回の動画はこのね、グッズをね、買いに行くところから、野球試合中のね、熱い戦いの私が応援してるシーンとかもまでありますので、盛りだくさんでございます。初めての野球観戦で、ちょっとまだまだ実は応援歌とかの予習が全然完璧じゃなくて、ちょっとお恥ずかしいところもありますが、優しい目でね、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。ちょっと初野球観戦 Vlog お楽しみください。どうぞ。今ですね、横浜駅のジョイナスの地下をちょっと歩いたところにベイスターズショップがあるという噂を聞きましたので、ちょっと試合前にそのベイスターズショップに行ってみたいと思います。なんか球場の売店が混むんだって。すごい、そりゃそうだよね。そうだから、ちょっとでなんかキャップが欲しくて、ちょっとベイスターズのキャップをゲッツしようと思います。着きましたね、ここですね。発見しました。ちょっと探してきます。綺麗、新品で撮った。めっちゃいろんな種類ある。ちょっと変かな。可愛いけどね。どういい感じ。こっちの方がいいね。こんな感じでユニフォーム着ました。帽子も買っちゃって、こんなのもゲットしました。かわいいです。すっごい人が多いですね。2番ゲート入場だったので、周りを歩いてるんですけど、ちょっと私が晴れ女パワーを発揮しすぎてしまいましてですね、暑いですでも楽しみです。いい球場です。綺麗です、とっても。ちょっと2番ゲートから入場します。人が多すぎてちょっと動画が撮りづらいので、あとは中で撮ろうと思います。いい景色、すごい、いっぱいいるね。もう出たの。
でですね、満塁です。ベイスターズ満塁ワンアウト大チャンスです。リタルン、ちょっと日が落ちてきて非常にいい感じ。でももう化粧とか全部落ちちゃった。引き続き応援頑張ります。今5回裏、わしょいわしょい、おーおーよーおーまー、5回裏4対2になりました。いい感じです。投げます。登場曲がいいですね。8回表伊勢選手が抑えました。安明、安明抑えが完了したら試合が勝って終わってしまいます。今気づきました。アウトです。選手がしっかりと抑えてくれまして首位になりました。1998年から横浜はシーズンで1位になってないんだって。この試合勝って首位ですよ。首位になりましたので、なんか最後のヒーローインタビューとかでちょっと泣きそうになってしまいましたね。いやちょっとこのまま今シーズン優勝できるように応援していきたいと思います。いやめっちゃ楽しかったから、また今シーズン中に試合見に来れたらいいなと思っております。めっちゃ太陽近い感じがして、もうやっぱ暑くてすごい日焼け止めも上から何回も何回も塗って、もうドロドロに
になったんですけど、もう化粧もね落ちちゃったんだけど、どういう動画にできてるか不安ですが、ちょっとやっぱりこれからの季節デイゲーム行く女の子はレナショーパンできたんだけど、やっぱ長ズボンのがいいかも。だからレナショーパンのところずっと布かけてたんだけど、あとなんか腕のアームカバーみたいなのもあればよかったなと思ったんですけど、でもなんかだんだん日が落ちてきてからは、あとみかん氷食べてからはね、かなり快適になってきて最高でした。でナイターも来てみたいし、すごい楽しかったので、ちょっとまたこれ今後もね横浜をバッチリ応援していこうと思います。じゃあちょっとこんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。楽しんでいただけてたらいいんですけど、もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ終わります。バイバーイ。また次の動画で会いましょう。